はい、今回ですね、前回の、ね、動画でもお伝えした通り、もてぎのチャンピオンカップレース第1戦 JAF F4 のレースの模様をお伝えしていこうと思います。ドライバーのエントリーとしてはジェントルマンクラスに佐々木孝太選手、そしてね、若手としては佐藤逸樹選手、その他のね、宮下玄人選手なんかがエントリーしております。このカテゴリーもね、いろんなね、シャーシが増えていて、年々ね、台数も増えています。自動車工房ミストさんや、ハンマーレーシングさんがね、他のカテゴリーで使われていたフォーミュラーをね、どんどんコンバートして JAF F4 のね、規定に合わせていて、そういったね、シャーシを、ジェントルマンがね、結構乗られています。ファーストガレージもジェントルマンドライバーが増えていて、マネージメントをされている池田さんと少しお話をしましたが、そういったね、資金面で余裕のあるドライバーと若手ドライバーをね、うまく結びつけて、もっとね、若手に乗る機会をね、与えたいんだってことをね、お話をされていました。開発競争が許されている JAF F4 では、シフトもね、パドル化されたり、またね、カーボンシャーシでコンバートすることで、上のね、カテゴリーと似た環境が作れて、そういったところでね、若手がトレーニングすることがね、とてもメリットになると思います。それでですね、最近の JAF F4 なんですけども、もしかしたらね、世界で一番シャーシがミックスされたカテゴリーかもしれません。その中でね、とても懐かしい1台を見つけたので紹介しようかと思います。こちらね、97年にオスカーレーシングさんが作った JAF F4 で、通称ね、バルって呼ばれていました。確かね、型式が SK97 で、デビュー戦と開発もね、佐々木孝太さんがされていたと思います。はい、それではね、こちらが本日の公式予選結果です。トップ3はね、佐々木選手、佐藤選手、宮下選手の順となりました。トップのね、佐々木孝太選手なんですけども、ジェントルマンでね、登録されていますが、堂々のポールポジションとなりました。続いてね、佐藤選手、去年のね、スーパー FJ、もてぎのね、チャンピオンであり、とてもね、若手として有望だと思います。続いてね、3番手、宮下選手なんですけども、最後ね、予選の最後になんか、マシンのトラブルで、途中でね、終わってしまいましたけども、全日本でね、活躍されたドライバーで、3番手となりました。
Thank you.
はい、それではね、こちらが本日の決勝結果です。トップ3は佐々木選手、宮下選手、佐藤選手となりました。トップのね、佐々木孝太選手、ジェントルマンのね、登録ですけども、完璧なね、レース展開でトップを独走していました。フォーミュラもね、久しぶりみたいなんですけども、全くね、ブランクを感じさせない安定した走りをしていました。で続いてね、宮下選手なんですけども、途中ね、佐藤選手とずっとね、2位争いしてましたけども、ちょっとね、佐藤選手がペースが上がらないところを宮下選手、後半ね、一気に前に出てました。で、4番手にね、金井選手つけてますけど、途中ね、ハンマー選手と、この辺でずっとね、バトルしてましたけども、最後ね、ハンマー選手がね、ちょっとコースアウトする形になっていました。で、ちょっとね、驚いたのが、黒沼選手ですね。最後尾スタートですけども、いつの間にかね、5番手まで上がっておりました。今後ね、2コーナーの予定なんですけども、3月末に筑波サーキットで行います、スーパー FJ の開幕戦、こちらにね、お邪魔しようかと思っています。今年のね、エントリーリストを見る限り、かなりね、レベルの高い選手がね、集まっているので、とても楽しみに思っています。それとね、ニューコンセプトカー、こちらのね、取材の方も進めていきたいと思ってますので、楽しみにしていてください。